怖い。体感。そう、なんか。サモナーズリフトへ。あれも結構人来たからね、なんだかんだ。黎明期にしては、俺の配信の方が確か3500ぐらいいて、でニコ生側が2500ぐらい。あの時のイベントにしては大成功なのかなとは思ったけど、まあもうめんどくさい、やりたくない。でその ニコ生側なんかいろいろね話があったんで、いろんなところに話を振ってさ、で、まあ、配信者なんか予定ある人結構いるわけで、結構ね集まったの。ありがとうございます、ありがとうございますって、よろしくお願いします、よろしくお願いしますって。で、そうボットがニコ生側のねボットが、ツイッチ側にお父さんを入れて、ニコ生側に違う人が入る予定だったんだけど、お父さんから NG が入ったってちょっとスポンサーの関係でみたいな。その時確かレーザーのなんかあったっけな。あ、やべ、間違えた。はい、か。そうそう。集まんねえ。集まらねえ。ちょっと気をつけないな。バカほどガンクル通知が入った。力尽きました。やべ、めっちゃ当たってる俺。ヨーツベ軍を率いてツイッチでやんないと。出た、バリア空かてーい。やはりロルのモチベーションがあるとは思えなんだな。とかロルとかしてる場合違う、それが危ねえ、危ねえ話。違うわ、ソニックロジックは配信も YouTube もしてません。でもしね、そのクズハ様の中身がソニロジなんだとしたら、ロルなんてやってる場合じゃない。この波に乗るべきだよ。ほんとね、ロルなんてしてる場合じゃない。あーもっ、分からん。500回ぐらいボット来るって言ってるからめっちゃビビってるんだけど、入りたくねえな。知らん、大変な話は知らん。トップ入りじゃん。中身はいないか。知らん。すごいよ、すごい。いやいやいや、スポンサー同行ではなく、YouTube ドリームに乗りかけてるわけやね。そんなスポンサー登録料とかいうのの何倍もの金が入ってくるんだよ。 YouTube って前から言ってくるバブルだからさ、再生回数取れたらあのまま登録者数バンバン増えていって、再生回数も持続できて広告そこそこ入れたら月収20万ぐらい。あの動画の頻度でもね、動画の日、あ、スタさんもスガキンテレビ初めて金稼ぎしませんか。スガキンピ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 ンこのブツレアの流行りの後に3ヶ月でソニロジもその頃イカ役フック適当すぎんか。適当ではなかったんだけどね。フォートナイト最近やっていこうかと思って。でもクズハさん動画全然あげねえじゃん。グラッピーヒーペ猫犬がニコ生からヨーツベ行って成功したみたいにイカ役。そうね、
正直負担にソロだと見る気起きるよ。ソロだとなの、ソロだとなの。ハズ様が暴れ、ソニロジがやってると思うと恥ずかしくなってくる。わら、ノラキャット派。それも、わらわら。いやーこれいい見えてないけど行くか。軽じゃん、しかも。あー、いいと、いいここだ、いいここだ。帰らないの？帰らない。スズハサの公開上動画出してないんですが、誰があんな風に仕立てたんだ。スズ、いいじゃないの、多分いいでしょ。バリアウデー、なんで相手のタワー近くで仕掛けるんだ。吸血鬼設定ってスタンミナ考えたんだ。トリスだからタワー下の近くになっちゃうのだけれど。バーストグラム、大失敗じゃそれ。あぶねー、来ないね。危ねえ、今のマジで危ない。だいぶ食ったなこれ。よく言いました。来るね。トリス君帰りたくないらしい。まあボットいない人からトップのジャングル荒らしてるからね、まあいいんじゃないかな。あ、それ枯れないのか。それの真相は上がりませんが、いなかった。待ってそうなもんだったけど。帰ろう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 。うん、グッドグッド。売ってたらそれもそれで問題だろうが。よくリスナーこんなん見つけるな。最近全然見ないと思ったら、ちゅ、いかやく。やめてそういうね。ああ惜しい。いいんじゃない。あれルーンをあれにしちゃってるんだよね、ルーンをさ。うん、結構痛い。手足が普通にソニさんなんでグアーチャル様子で、イカラク、ソニロジとカツハツで潰せばいいんですね。合戦、アマホーの口か、あれ、うん、100%。うん、ボット来てほしいなぁ。ソニロジ更新遅いからな。あれ、フラッシュある。ナイスナイス、DP をしたら十分でしょ。うん、やれることはしたぞ俺は。頑張って。スウェインがウルトネーカス。うーん、今の見た感じあれだな。
はい、確かにしてない。俺あれだな、カタリナを止めるようにウルト使った方がいいな。ソラカとかどうでもええわ。あやったやったやった、これあやったな、それそれもう大失敗にも程がある。味方が倒されました。あ終わった、笑い。追い込み用 100% ベース。シナ&コレアン。おーへ、いつ超大失敗でしょ。やらかしますなが。ダメな。死ねせ。対戦ありがとうございました。外人宇宙予想支援なよ。ぶっとんへ、いつ、けど。インファクト。プリスのビルド悲惨だな。プリスのビルそうね、悲惨だね。本当に後半に寄せたビルドだな。軽い。頑張って貯めて。なんか神作がガサグツだが強いみたいなこと言ってなかった。そう。今日はこれラストかな。別に負けてるわけじゃなかった。倒されました。勝てなくなっちゃったか。六代目こないだいたけど弱いぞ。オッケー。弱いだ。味方が倒されました。時間しかしてないか。敵のダブルキル。おいしい。おいしい。じゃあ今日は早めに終わるかな。そうでもねえ。そうでもねえ。ほらマスターイースはっさ、俺どっちを止めたらいいか分かんなくなっちゃうし。味方のタワーが破壊されました。ウルニア来てたら配信がで19試合もまさに。もう配信適当でもしとくるからな。いやいやいや、俺さっき今週はめっちゃやってるでしょ。今週でなんでそういう話になるの。今週結構やってるわ俺。結構やってるわ俺今週。あーなこれ来てほしいけどな。ボットダメなんかな。ボットはエグゾース持ってないんじゃない。いや怖いよー。マスター来たらボコボコにされちゃうよー。しっかりナイス。しっかりだ。なんでだよ。俺が切ってよ。俺これね。今週俺3回ぐらいやってるからね。しかも今週終わってねえし。それはお仕事だ。それはお仕事だ。お仕事だと思ってやってないわけ。それは前から言ってるけど。お仕事だと思ってロールをしだしたらもう終わりなわけ。レートを上げたい。ゲームを楽しみたいのに一心でやってるわけよ。今週俺3回やってるからな。仕事はね。そう、このロロを楽しむっていうのを忘れないで、俺が仕事だ。ああ、この仕事だと思って。のはマジで良くない。でもそこら辺ワード悪くない？どの時の根気ないし。その通り。
敵のキリングスプリーン。仕事楽しいの。あ、ラッキー。ラッキーラッキー。来てじゃない、来てじゃない。殺してちゃんと、しっかり殺して。ナイス。あと、センキューチア支援、1円ありがとうございます。センキュー。いない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 、ミニオンいない。無理しない無理しない無理しない。味方がタワーを破壊しました。ラッキーラッキー、これラッキー。かなり差が縮まって、敵のランページ。スレインがボコボコされてる。更新が追いつき始めだけ本気出せばいいもんね。いやサブスクライブ関係ないんだよな、そういうの別に。はたいきません。そういえば広告でビットもらえるようになりましたね。そうなの。広告って俺流れてるかどうか知らないんだよな。広告って流れてる。あ、やべ。シンケドって誰で潰せばいいんだ。普段の配信で広告が流れてるのか知らない俺は。あーでもなんか反対コレクションみたいな流れてのうぜえって言われたことある。お前アドブロ入れてるしな。流れたことないよ。アドブロックしてるもんな。いやしてないんだよな。人の配信を見ないからさ。味方のタワーが破壊されました。広告に不備をもらってスタンに3にチアしよう。あ、君たちが広告を見るとチアがもらえるってこと。プライムだと流れないんだよな。確かにアマゾンプライムは流れない。じゃあ俺アマゾンプライムやん。プリメデイ最終的に損してる説ある。損はないんじゃない。俺がはたいくか、これ。俺がはたいくわ、これ。センキューチア、ありがとう。ダメだね、うんちは。下品ですよ。やべえ、声本当にやばいな。いいダメージ、ナイス。え、何その広告見るタイミング君たちが選べんの。決まるときずっと見とけばよくね。システムが分かんねえんだけど。最強システムじゃん。ちょならねえ。確かに実質労働だよそれ。バイトした方がいい。あおー外したか。十分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 。フラッシュ落ちは十分。おいおい、なんかまた来ようとしてねえか。おお、またなんか来ようとしてねえか。おいおい、だいぶか。これルード落ちちゃったの結構でかいからね、これ。センキューチア、ありがとう。めっちゃみんな広告見るんだね。チアクレーター、ありがとう。ありがとう。チア、ありがとう。おい、ありがとう。うん、明日の配信は気分だね。気分には変わりないね。
マジな話をすると結構喉痛い。喉痛いを引っ張り見て明日の新規を開けたら、うん、喉痛い、マッピーというか喉が痛いってずっと言ってんだろ、今日の話してずっと言ってんだ俺は。わわわわわわわ、なんかいきなり喉アピール。いや、ずっとだよ。君たちが気にしてなかっただけで、俺はずっと喉痛いって言ってるからな。ほら、あと、選挙に俺が無言でな、無言で配信してなんかあるか、それは配信か、それは。それは配信、果たして。龍角さんとのスポンサー契約狙ってます。龍角さんあるね、俺。何してんだから。気分だ。てか、これ。エズとトリスの差がどんどんできていくから、だから2人とか当たりにただもん。合格だけしてくれたらこっちで勝手に盛り上がるよ。でも正直無言でも負担にか頑張って回してる配信みたいよ。カズータの無言配信無言ね。まあ配信外だと基本的にあんまり喋れんな、喋りはしないけど、本当に君たちのこと気にしなくなっちゃうよ。ブルートどっちされたんだけど。敵を倒しました。ウルト打って Q で避けられたら打ってないことになるんだ。ウルト自体が消えるのかと思った。 R 打ったんだけど消された。もう一回打たないといけなくなるんだ。だから9打ったとかいいな、打つ。取るのはさすがに不利か、これ。無言配信なしじゃないけど、まあそれもやるの気分だね。サステインちゃんとって中盤最強に見えるよね。まあ実際中盤が強いからな。金券とかも日本とかは積まれ出したら弱くなっちゃうからね。いや、あるよ、実際あるよ。実際なくはないよ、僕は。あの人もずっとインフルだからね。振り切っちゃなったのか。ナイスローテだ、素晴らしい。味方がタワーを破壊。トリスの愛が遠いのか、それはいけるのか、どっちだ。そのために配信すんの嫌なんだけど、それちょっと嫌だな。勝手に耐えてくんねえか。違うね、それは。なんか俺が悪者みたいなんで、それは悪者みたいなんで、僕が。ほらやってるだろ、これやってる。ミッドロー、ミッドロー、ミッドトロー、ミッドトロー、ミッド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 、これミッド取んないと。
うわー、ドラとドラとバロン交換か、割り合わんぞ。なんでだよ、それ潰しきれたら OP。 いや無理やろな、ちょっと無理やろな。いい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 い、打ち上げろ。うん、ユナイト俺ゾーニングする、俺ゾーニング、俺ゾーニング、俺ゾーニング。敵のダブルキル、何これ、敵のトリプルキル、エイスゾーニング、クソサポ、わら飲み込まれただけやが、肩が飲むっせ、なんやこれ、密集地帯当たるとダメだこれ、密集地帯当たるわけわかんないよこれ。カタリナ、うわー、カタリナに打ちてー、マスターイどうにかしてほしいな、はっきり言って。味方のタワーが破壊されました。人事堂に踊らされてる。味方のタワーが破壊されました。味方のインヒビターが破壊されました。痛すぎだろ。敵を倒しました。アゴットは育ってるとは思うんだけどね、これ。騎士の近いか、ああ騎士の近い。いいでいいかな。確かに確かに、そうだよ。じゃあ俺はマスターイを見てればいいのか。あ、毎日やってお金稼ごう、まあそういう気持ちでやる人もいるかもしれないけど、俺垂れ流し配信とかが嫌なんだよね。俺普通に体力ない方だから、多分毎日毎日配信してたら元気なくなって、俺の配信とか俺の配信の普段のテンションっていうのが保たれなくなるから、そういうのは嫌い、そういうのが俺は好きじゃない。違うんだよな。ほんと喋んな俺。プライド的な何かが、俺は論外だ、俺はあいつに言ってるんだけどね。いや、ただ喋んなくなるだけだって、ただ喋んなくなるだけだよ俺は。割程度ね、クソつまんなくてもなんか垂れ流しでボケーってやって面白くなる人って少ないと思うんだ僕は。それでは配信ってことを意識してやんないと。ASMR? 俺がめっちゃイケボで喋って需要あっかな。で、いないよ。そんな垂れ流しで面白い配信をできる人なんて多分ほぼいないと思う。本当に一握りじゃない。配信者なんてみんながみんなどうしようかどうしようかって考えてるわけで。確かにね。俺はこれが限界なんだよな。俺はもうこれが限界。普段から独り言すごい人くらい、うん、ひどい、普段から独り言すごい人ぐらいなんじゃない。なんかこれが限界、よっぽどゲームが上手くて見てるだけでうまいクソゲームやってる。 FPS ゲームとかね、バカ上手かったりしたら需要あるかもしれないけど、してない。そいつに釣られると良くない、そいつに釣られると良くない、そいつに釣られると良いこと全くないよ。
か？何してんの？パートロン当たる当たる。パートロンどっか当たる、どっか当たる。マスターウルトないから。これカメラって疲れんだよ。カメラって疲れん。シャットダウン。味方が倒されました。敵を倒す。当たりのうざすぎだろこれ。敵を倒しました。ほわー持ってかれるか一人。シャットダウン。マスターイのウルトなくてこれか苦しいな、かなり苦しい。まもなく味方の火火が復活します。まあ反対ではあったけど、 YouTube ってなんかその肩書きないと人が来ないってのは事実だから。詐欺じゃないでしょ、あれは。あの時のプロゲーマーの定義なんてなかった。俺壁に急したからね。あ、誓いましょう。プロゲーマーチーム所属。結構来てるよ最近、200人ぐらい来てる。知らなかったけどそれ詐欺じゃん。 LP 垂れ流しは避けたいね。 LP 垂れ流しは避けたいね。その気持ちあるからね。プロゲーマーとかいうどんどん先も下がる方だし、これスウェインがまあズブ垂れ流しずる。うまい座布団1枚。ハムッチ優しすぎるから成功しなさそう。なんでノーキラスしてるんですか。ゲーム視聴金稼いでもちろんスパワー入ったからね。プロゲーマーではハムッチがプロゲーマーなのでタラスタンにも名乗っていく。間違いない。こんな時間でも1400人クルスタさん200とかゴミって思う。思ってない。お前が言ってるから100多いと思ってるから。これやってる。突貫さよ。うっせぇ。プロゲーマーってタイトルで配信する。うっせぇ。本当にうざい。本当にうざい。ヨースデモがツイッチより規模でかいよね。規模でかい。でも飽和状態ってのはある。怒らないで。人がいすぎると人が逆に集まんないってこともあるわけ。例えば今からマインクラフトにいきなり参入とかしても絶対再生数はほぼ取れないわけよ。自分が子供で親がプロゲーマーってなんかね。誰も青鳥持ってないんですね。持ってないね。こんにちは。こんにちは。2段目のゴールデンフックにしてくれ。これから俺はフックは取り同じぐらいロリのマジになってください。さっきからローケーション後手に回っとるが、おはよう、しょぼん、こんにちは、おはよう。ハムッチさんがスタ配信に現れた書かれた時実家みたいな感じすると、いからしおでん返信してくれたら俺が確定。全員16なってほしいな。収録なってほしい。おや、ボコボコに殴られてるよ。人がいる配信ってまあ面白く感じるよな。味方のインヒビターが破壊されました。
OK。 悪くない。待ってくれよ。これちょっと一回回復した方がよくね。ヒールすれば普通に、普通にヒールしていいと思う。俺は、僕はね。味方のタワーが破壊されました。ヒールしてヒールして。味方のインヒビラーが破壊されました。センスはないって言っちゃったよ。え、インジドのゾーニングがうざいまさ。いや、当たれねえの。味方が倒されました。キリンスクリーン。苦しすぎ。味方のインヒビターが。ああ、マスタイにキャリーされてるな。マスタイのバロンが邪魔すぎる。敵を倒しました。ダブルキル。ゆっくりインヒビが。マスタイに上キャリーされてるよこれ。致命傷なんだけど、超致命傷なこれ。うわ、どうする。あー、死んだわけそれ。バスターショットないわけ。はいはいはい。スウェイン強い。スウェインダメージねえな。おやすみじゃねえよ、おはよう。うん、いいな。エルダなんだよな、これ。エルダこれ取られたら本気で終わる。4時半出社ってどんなブラックさ。なんでこのタイタンハイドラ積んでないんだろ。漁師だろ。夜勤これ勝てるんですかね。わかんない。ビフやるかどうかわかんないね。集団戦一回勝ったらば、わ。ブラックかどうかは終わる時間違いだろ。はい。スウェイン守ってほしいんだけども。スウェイン守ってほしいんだけれども、味方のタワーが破壊されました。どうにかして当たらないといけないんだけれども。敵を倒しました。味方のタワーが破壊されました。全力出して、俺はやれること全部した。よし、いいぞ。ゴゴ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 。敵を倒しました。味方が倒されました。ダブルキル。おーい、マジかな。マスターにキャリーされちまったな。